ケントです。今までは、飲む都度、コーヒーを入れて、カップウォーマーで、冷めないように温めていましたが、安価なカップウォーマーでは、ぬるくて、コーヒーメーカーで、保温付きのものでも、1000円台で買えることが分かったので、小型のものを購入してみました。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いします。